モデルプレス、2024年5月11日、超特急の会、小笠原会、涼が、船津涼が、春、柏木優、が10グループでレギュラーを務めるラジオ番組、超特急のレディオエクスプレス、FM 大阪、毎週金曜夜7時、に出演。3人によるやりとりが話題を呼んでいる。写真、超特急、セクシー解禁は抱けたシャツで腹筋チラ見せ、春、 カイリョーガからの突飛な質問に困惑この日カイとリョーガのグループ最年長二人と共に番組に出演した最年少の春は最高ですよ二人と一緒にラジオ出れてと共演を楽しみにしていた様子ところが春の出身地である熊本の話題になった場面で突然カイから地元は何駅なの実家の電話番号何と矢継ぎ早に突っ込んだ質問が飛びリョからは親の名前は と冗談めかしなながらも具体的な質問が誘導尋問のように次々と尋ねられる個人情報に、ハルは絶対ダメだよ。なんでぶっこませようとしてんのと暴走気味な二人に困惑した様子を見せた。ハル、カイリョウガの暴走に、本当にヤバい、また、リスナーへのプレゼントとして食べ物を紹介するコーナーでは、リョーガは、リョーガが食べるとこ見てて、といわゆる。 萌え声、でトークをすると、春も、と春にも萌え声をリクエスト。戸惑いながらも実演した春だったが、龍河がさらにもう一度言うよう促したため、もういいって。もう二から三回もやらせんな、と冗談っぽく拒絶。するとここから突然の龍河と海による寸劇がスタート。ごめんなさい、いた、春、ごめんって、春さん、手出すの、う。 と,まるでと喧嘩しているかのような叩く音や絶叫を交え、迫真の演技が始まった。春は、動画撮りてえ、俺視点の動画欲しいわ、すごいよみんな、とあくまでも冷静に対応したものの、カと両側番組の最後までノリノリ。時折笑いつつ見守っていた春は、ダメだもう、本当にやばい、最悪このラジオ、初めて聞いた方、衝撃だろうな、と楽しそうにつぶやくなど、 最年少ながら大人の対応を見せていた。改良が春、カオスな展開に反響続々回や両画から突然驚くような質問が飛び出したり、急に寸劇が始まったりといった展開に、SNS 上では今までで一番カオス。神回、面白すぎる、お腹痛くなるくらい笑った、と三人のやりとりを楽しむ声が。また、春のいじられっぷりに、末っ子、さすが愛されてる、 はるくんかわいい、といったコメントも寄せられていた。モデルプレス編集部、情報、FM 大阪。